消耗剤はさまざまな製品の製造工程で製品自体または製造工程にとって泡が残ると不都合である場合に用いられ身近なものとしては食品の製造工程や化粧品などに用いられる泡は水など高い表面張力を持つ液体において特に海面活性剤や高分子化合物が含まれる場合に安定に存在する したがって、液体全体として、または、部分的に、表面張力を低くすれば、泡を消すことができ、この性質を持つ物質が消耗剤として用いられる。水系に対しては一般に、新油性の高い海面活性剤で、液体表面に広がりやすいものがよく使われる。豆腐の製造工程では、豆乳の泡を消すために、植物油加工品を加えることがすでに、 江戸時代から行われている。現代では、消耗効果が高く毒性のないシリコンオイルを水性マルションとしたものが、食品、化粧品、日用品などに広く使われ、胃腸のガスを除去するための医薬品としても使われる。また、食品に対しては、蒸気の性質を持つ、脂肪酸エステルなどの海面活性剤が多く、用いられる。ありがとうございます。